サムウッドはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の映画監督。オペラは踊る、マルクス一番乗り、チップス先生作用なら打撃王、誰がために金はなるに代表される数多くの大ヒット映画を手掛けたことで知られている。20世紀初頭に不動産ブローカーの傍ら、チャドアプリゲートの名で俳優として活動していた。九百十五年からの二年間を、 セシル・ビー・デミルの下で映画女監督として見習いの経験を積んだ。1919年から映画監督として活動を開始した。1920年代を通してパラマウント・ピクチャーズの看板スターであるクロリアス・ワンソンとウォーレス・リードが出演する映画を多く手掛けている。1927年にはメトロ・ゴールド・ウィン・ベイヤーとの提携を開始してマリオン・デービス。 クラーク・ゲーブル、マリー・ドレスラー、ジミー・デュラン・テラの出演する映画も手掛けるようになった。同じシーンを平均20回程度繰り返し撮影するのが彼の習慣だった。トーキーの時代に突入してからもその手腕は高く評価され続けた。1939年の風と共にサリーヌも一部手掛けている。アカデミー監督賞に3回ノミネートされたが、いずれも受賞はできなかった。 1943年制作の誰がために金はなるは、はスペイン内戦を舞台としたアーネスト・ヘミングウェイの同名小説を映画化した作品である。この作品が彼の最大のヒット作、そして最後の大ヒット作にもなった。ウッドは1908年から1949年の彼の島でクララル・イーズ・ラウシュという名の女性と結婚生活を送り、 二人の間に生まれた二人の娘、ジーン・ウッドとケイティー・スティーブンスは女優となった。保守思想から右翼政治団体、アメリカの理想を守るための映画同盟を結成し、その会長を務めた。この MPA は、結成時に自由なアメリカ的な暮らしを破壊的な手段で侵害して変えようとする共産主義やファシズム、同志的信念の高まりに対する断固たる戦いを、 表明した。ウォルト・ディズニー、クラーク・ゲイブル、ゲイリー・クーパー、ロナルド・レーガン、バーバラ・スタンウィック、ジョン・ウェインも創設メンバーに含まれていた。1947年に、カイ非米活動委員会で証言し、ハリウッドうちの、左寄り勢力を激しく批判している。かつてウッドに協力して、オペラは踊ると、マルクス一番乗りに出演したグルーチョ・マルクスはウッドを、ファシストと呼び、 彼のアフリカ系アメリカ人に対する人種差別的な発言に激怒した。サムウッドは1949年9月22日に心臓発作により死去66歳没カリフォルニア州グレンデールにあるホレストローン記念公園墓地に埋葬された。映画界での貢献度の高さが評価されハリウッド大通りにあるハリウッドウォークオブフェームには彼の星が埋め込まれている。 ありがとうございます。